はい、皆さんこんにちは、渡辺裕之です。今回はギレンの野望地の独立戦争記連邦軍編の続きをプレイしていきたいと思います。今回はですね、連邦軍編で見れていないムービー2つあるので、その2つのムービーを見ようということで、そのうちの1つのムービーの条件がですね、なんとエルラン中将の中性値が80以上じゃないと発生しないムービーになっているようなので、特に今回はですね、エルラン中将の中性値、これに注意を払っていきたいと思います。で、レベル将軍の配下にいる状態なので、まあ、とりあえずですね、まずレベル将軍の部隊に関しては、休息を取らせてます。休息を取らせると中性値が上がっていくので、まずはね、そのあたりしっかりケアをしていきたいと思います。で、前回は第一段階作戦としてハワイの攻略を行いました。今回はですね、続いて中国北京の攻略戦を行っていきたいと思います。では、北京攻略作戦早速発動します。進行ルートを表示します。で、北京にはですね、ハワイを攻略した部隊2つ用意してありますので、これをね、そのまま使います。攻略作戦案を設定してください。さらにブレックス、この時はまだ大佐なんですけども、ブレックス大佐の部隊もですね、今ハワイに向けて移動中なので、援軍が必要であればそのハワイからね、後続部隊として投入をしていきたいというふうに思っています。我が軍はこれより北京攻略作戦を開始する。ユーラシア大陸東岸部に位置するこの地域を制圧することができれば、今後の戦いを有利に進めることができるはずだ。諸君らの健闘に期待する。まあ、当然ながらまだ61機戦車、それに重爆撃機フライマンタしかないので、これらでね、物量で押していくという作戦になると思います。ちなみに今のエルランの中性値は63ですね。これを80まで上げる必要があるので、やっぱりエルランからの提案は積極的に採用していくっていうね、エルランの接待プレート、あと特別休暇を与え続けるっていう、この、2つはね、徹底的にやっておく必要があるかなと思います。では用意しておいた北京突入部隊ですね、これを使って北京の攻略作戦始めていきましょう。で、先ほどもお話した通り、後続で北京に部隊ブレックス大佐の部隊を導入できるように準備しておきます。まあ、なので、まあ、しっかりとですね、ここで勝ち切って、できるだけ損害少なく後続の部隊と合流して、今度はマドラスを攻略するっていうね、この流れを作っていきたいと思います。敵の数もね、ちょっと多くなっているかなっていうと、あと、まあ、モビルスーツザクですね、これがちょっと数としては多いかなというのがハワイとの違いかなと思います。では、まずは、予定通り突入していきましょう。まあ、湾口深くまでいきなりにはなりますけども、この潜水艦を突入させていきます。どうしてもね、ミディアを先行させると大なり小なり危険が出てくるので、まあ、やっぱりね、まずは潜水艦部隊で安全に進みたいかなというところはありますね。ちなみにヤザンなんかもここにいたりしますので、まあ、ヤザンなんかもね、うまく使いながら戦っていきましょう。重要な部隊でいうと、やっぱりヤザン、ライラ、このあたりをね、まあ、将来的に使えるパイロットになってくれればいいかなと思います。では進軍していきます。では敵のドップと交戦状態にありました。この後、上陸するとモビルスーツ隊との戦闘にもなると思います。まあ、この時ミディアが落とされないようにだけはちょっとね、細心の注意を払って進みたいかなと思います。まあ、ミディアは貴重なこの時点で使える輸送機なので、これを落とされると戦略移動にかなり影響が出てくると思います。なので、落とされないので、ね、そこだけは気をつけていきましょう。で、ちょっと今更なんですけども、部隊を2つに分けました。
上にいる敵のモビルスーツ隊、ここの辺りですね。ここの辺りをフライマンター3ユニットでちょっと、おとりとして使います。その間に敵基地中心部に61式戦車のタンク部隊、これを送り込むという作戦にしてみました。まあ、うまくいくかどうか。うまくいけばね、敵を分断して、こちらの損害がフライマンターだけで済むなんていうね、状況も考えられるので、まあ、それをちょっと狙っていきたいと思います。では、61式戦車部隊をですね、いよいよ上陸させました。ここから一気に物量に物を言わせた突入戦を敢行していきたいというふうに思います。とにかくこの北京を早く落とすのが重要だと思っているので、まあ、損害はね、もちろん最小限で抑えるというのは意識しつつも、こう、まあ、なる早で攻略していくっていうところに重点を置きたいと思います。物量で頑張って、押しているつもりなんですが、やっぱりザクが硬いですね。なので、まあ、望むところではあったはずなんですが、消耗戦の部が少しずつ、まあ、悪くなってきているのかなっていう印象があります。予定通り、後続のブレックス、の部隊をね、ちょっと援軍として呼ばなきゃいけなそうなので、北京に向けてハワイから出撃をちょっとしてもらいたいと思います。デビル将軍、ついに連邦軍初のモビルスーツ、ガンタンクが完成しました。しかし、少々問題が。さあ、テムレイからガンタンクが完成したという話が入ってきてますね。モビルスーツというより戦車のような兵器だと聞いてはいるが、いえ、それはそうなのですが、ただの戦車ではありません。61式戦車の数十倍の戦闘力を誇る優秀な兵器です。やはり戦車ということかな。いや、しかしこのガンタンクの開発によって、我が軍のモビルスーツ開発技術は飛躍的な向上を果たしております。次の機体の完成をお待ちください。参謀本部より報告書が届いている。というわけなので、先ほどの北京の攻略戦の続きを行っていきましょう。一通り内政、特にエルラン関係は回収しておきたいと思います。では2ターン目に入っています。なんとかね、この2ターン目ブレックスの部隊が到着せずとも攻略完了できるっていうところにね、持っていければベストなので、まあ今頑張っているライラさんなんかを中心に基地中心部へと迫っていきたいと思います。ではかなりの犠牲を払いましたが、これで敵の全部隊の殲滅ができるんじゃないかなと思います。貴様、まずは輸送機落ちないか。硬いですね、あの輸送機がね。ただ残ったのがこれであの輸送機だけということになったと思うので、あの輸送機に集中攻撃を浴びせて攻略完了、していきたいと思います。で、ガンタンクをね、
開発完了したことによって生産できるようになってますので、まあ、ガンタンクはね、生産を始めています。なんでガンタンクは敵部隊沈黙、敵基地の制圧に成功しました。しばらくはね、我が軍の勝利です。ハワイの攻略に続いて北京の攻略完了です。開発部より報告します。モビルスーツの母艦として開発を進めていたペガサス級強襲揚陸艦が完成しました。この船があればモビルスーツの能力を最大限に生かすことができるでしょう。情報部より報告書が届いています。ではペガサス級も完成して、ガンタンクも完成して、実は先ほどガンキャノンの開発も始めたので、まあ、着々とモビルスーツの、開発、そして量産という体制が整いつつあるかなと思いますので、まあ、しっかりと、ね、このあたり進めていければいいかなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、その様子を、またプレイしていきたいと思います。エルランの接待忘れずに。